き5分の酒いきます。乾杯。体に悪い味がする。今回ですね、せっかくとつまちするならなんかしたいなと思って、なんかしようと思って、今からですね、とつに来ていただくんですけど、やくもべにクイズをとつ者さんに、出します。1人2問出します。はい、で2問すべて正解した人にはですね、私からポケットマネーで賞金が出ます。こんばんは。こんばんは。お名前を言ってください。40万人おめでとう。かわいい、かわいい。お名前は誰ですか？マボ。かわいい、マボ、ありがとう。おめでとう、はい、マーボー、マーボー豆腐さんが来てくださいました。1問目、デデン。ヤクモベニとマーボー豆腐の初コラボは次のうちどれ？ A、ゲオコラボ、エーペックスガールズパーティー。 B、VCC カスタム、PUBG。 C、VCC カスタム、エーペックス。D、ガレリアコラボ、エーペックス春の2番勝負。はい、この中どれでしょうか？誰でしょうか？簡単だ。本当？パブジだ。おー、ファイナルアンサー？うん、絶対絶対。え、なんで？なんでわかる？うん、覚えてる。セクシー踊ったらベニちゃんがマボのお尻見てた。覚えてる。忘れないもん。初めてで、初めましてで、うん、あれ、そうだよな。その時のメンバー覚えてる？ちなみに PUBG の時の3人。うん、アサパン、マボ、ベニちゃん。え、すごい、マボ。そうだよ。正解は、はい、でで、VCC カスタム PUBG。 おめでとう。え、すごい、覚えてる覚えてる。え、マボすごいんだけど。絶対忘れないよ。ちなみに私これ調べた時分かんなくって。分かんないね。え、じゃこの間1ヶ月ぐらいしかないの、うん、あのゲオが何月だろう、7月みたいな。で VCC が8月、うん、でエーペックスが9月みたいな。そう、マボと、ベニちゃんは覚えててくれなかったって。いや覚えてたんだけど、うん、いや、もちろん覚えてた、もちろん覚えてたけど、うん、その間がマジでこう1ヶ月しかなくって、3ヶ月毎月マボとコラボしてるみたいな月があって、うん、なんかごちゃごちゃしてるなって思いながら問題にしてみました、うん、でも初めては忘れないでしょ。そうだよね、そうだよね。え、ちなみに VCC カスタム APEX のメンバーわかる？ベニちゃん、マボ、忘れた。そうだよね。あ、忘れていい、忘れていい、忘れていい。待って、忘れていいかも。うん、大丈夫や、うん、多分大丈夫か。うんうん、忘れよう、うんうん、いいですか？はい、いくよ。2問目、デレン。ヤクモベニが好きなスポーツ選手は誰？はい、ね、これやばい。マボ、スポーツ詳しい？スポーツわからない。いや、でもね、わからなくても聞いたことあると思うよ、うん、めっちゃ有名な人。はいはい、アーノルド・シュワルツネッカー。それ俳優やね。この人しかわからない。それシュワちゃんはね、うん、俳優やね。それは違う違う。じゃあもう手札がない。サッカー選手です。ヒント、むずい。サッカー、何？サッカー選手よ。優勝、ボビー・オロゴン。わからないよ、ベンちゃん。スポーツわからない。強そうな順番にわかんないよね、うん、あ、もうわからない。わかんない、わかんないか、わかんないか。ボビーオロゴンはね、違うね。はい、じゃあ正解いきましょう。正解はこちら、デデン。リオネル・メッシ。惜しい。惜しくないね。はい、ありがとう。じゃあ今日は来てくれてありがとうございました。本当におめでとう。はい、ありがとう。歌ってみた、楽しみにしてる。またありがとう。はい、ありがとうね。バイバイ。バイバイ。次の方はどなたでしょうか。はい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 、みんな大好き。はい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 。ちょっと今日このこの方にちょっとね、ちょっとどうしても言いたいことがありますこんばんは。
します。あ、夢のあかりです。夢のあかりさんです。いらっしゃいませ。スマットレディお邪魔します。はい、いらっしゃい。はい、ちょっとでもちょ、あかりんちゃんにちょっと言いたいことがあって。何ですか？なんか今日の配信のことをなんかヤクモズに40周年とかってなんか言ってなかったですか？この後コンペします。僕この後今日ね、ベニさんの40周年4試合終えて、40万人記念があって、3勝1敗という成績ですかね。40万人記念があって、はい、ブリードにのみ敗れたと。そこにちょっと僕ね、そしたらまあブリード戦も3マップお邪魔する予定で、結果ということになりますので、まあ、今日ね、あのマップロストもなかったので、はい、すごくいい日になりましたね。そうですね、40万人記念、はい、本当にごめんなさい。インタビューの準備が、40万人記念おめでとうございます。ありがとうございます。はい、でもなんかエゴサしたらなんか今日ヤクモベニ40周年記念なんかみたいなのがなんかめちゃくちゃ出てきて、元をたどればなんかあかりちゃんが配信でベニさんの40周年の記念の配信に行きますみたいなことをなんか言ってたみたいな。確かに言っちゃいました。言っちゃいましたけど違うんです。そういう意味で言ったらもうあのちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって言葉が。はいはいはい、そうでね、そう、40周年って言おうとしたら40万人記念って言おうとしたら40周年ってちょっとぐちゃぐちゃになっちゃっただけで、ね、はい、40万人おめでとうございます。ありがとうございます。さすがにね、40周年はね、もうね、さあかりん、役もベニオになってくれ。いきます。僕なります。はい、第1問デレン、はい、V スポ全体の歌ってみたブレッシングにてヤクモベニのソロパートは次のうちどれでしょう。ちょっとこれ結構あれなの、うん、メッシの問題は1秒で分かったんですけどね。分かってるよね、あかり、さすがにね。はい、そうだよね。はい、はいはいはい、じゃあ答えを言ってもらいましょうか。D です。 D、 極普通な毎日を。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。正解は B、 アカペラで言ったらこんな風です。 B です。 B か、 B です。一瞬 D かと思った。え、あかりん、あれあかりん本当に大好きなんです。100万回聞いてんだよね。100万回聞いた。もうすぐこれ記憶力の問題です。もうすぐ1000万回再生の100万はあかりんってことでいいんだよね。10分の1。僕はい、残念でした、はい、いや悔しいの。まあこれはなかなか私推しの人でも難しかったかもしれない。なんとこ2人来て2人とも1問は正解してます。ちなみに、はい、じゃあ2問目いきます。ででん、はい、ヤクモベニが子供の頃お父さんに送ったパンツはどんなパンツでしょう。ベニさんが子供の時お父さんに送ったパンツはどんなパンツですか？そうです。それはなんかトランクスとかそういうことですか？あ、違います、違います。あのね、柄か柄、もうざっくりでもいいよ。なんならちょっとね、ちょっとむずいからピンポイントは、はい、もうざっくりでも正解にします。はい、フルーツ、ミックスフルーツ、いろんなフルーツの乗ってる柄。リンゴとかみかんとかぶどうとか。ああ、そうかそうか、リンゴとかみかんとかぶどうだよね。はい、一応ね、はい、あ、オッケーオッケーオッケー、ならオッケーならオッケーならオッケーなら、あ、びっくりした。何ですか？はい、正解はデレン、ベジータのボクサーパンツでした。はい、残念。ベニーさん、むずっ、僕だけ2問不正解ですか？はい、あかりなんと2問不正解です。ちょっと、僕こんなんじゃ恥ずかしくて帰れないですよ。そうだよね。はい、そうだよね。じゃあ、はい、今日私が食べたもの、朝食べたもの当てたら、じゃあもう正解にしたけど1問。さっき序盤で食べてたもやし、ちょっとつまみ食いしちゃったみたいな。違います。違うか。違います。私よく結構好きで朝はね結構食べる、はい、分かった、分かった。じゃあおにぎり、はい、おにぎりなんだけど、おにぎりの具は何でしょうか、はい、私の一番好きな。わかりました。、はい、梅干し。梅干し大嫌い。